皆さんこんにちは。こんにちは。早いもんでもう12月も折り返しですね、はい、なんだかんだ言ってたって、なんかもうクリスマスってこう気分があったんですけども、うん、もう私は年末の大掃除に行ってますクリスマスを一気に越して大掃除です。そっちまで行っちゃいましたか。行っちゃいましたよ。だってもうね、この間も話したように数の子が売られてますから。僕はあのクリスマスをキープしつつも心はもうお正月行ってます。行ってますねその中間がないですね、お掃除。そうです。なんか今年はチキンが高そうですね。高いみたいですね。ってニュースで言ってますけど ね。じゃあ今年はやめますか。いや一応一通りね、年中行事ですからね。そうですね、はい、そのことをね楽しみながら、はい、皆さんにもちょっと喜んでいただける、はい、まあ、ちょっとクリスマスからというんでしょうか、はい、そうですね、なんかちょっとねこうお役に立てるものをご用意しました、はいはいはい、クリスマスの実の字ということでね、はい、ちょっとワクワク感のあるもの。そうですね、まあ、本当あのフィンランドのねノブレイチのように、はい、一応集めていました。はい、はい、今年というか今回、うん、初めてのものもあるんですよね。そうですね、はい、ということで、はい、今週は北欧の蚤の市と、はい、マリメッコと北欧の布を、はい、お届けいたします。はい、ちょっと可愛いのもいっぱいになるんでね、もうそっちに目がいきます。大丈夫ですか。もう そこのセリフはザー様と思ってたんで、はい、はい、すいません、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ早速いきましょうかね。はい、そうですね、はい、はい、とどちらから。まずはですね、じゃあ一杯やりますか。あ、違います、はい、はい、まずはですね、エラさんのね、はい、テディベアでございます。はい、すべて北欧の生地、はい、作りました。はい、テディベア、これ一体一個、うん、ずっと違うんですよね。違います。顔の表情も違います。違いますね。みんなね、クリッとして可愛い目してる。で、あの細かく言うとね、この目がちょっと違ったりとか、はい、お鼻が違ったりとか、うん、まあ、こういったパーツがね、若干違ったりはします。はい。はい、あとは全部生地は全部違います。はい、あのヨーロッパなんかではクリスマステディベアっていうのを、ね、はい、自分でね、またこうクリスマスの格好をさせてね、はい、楽しむじゃないですか。はい、間に合ってよかったねっていう感じです。本当かわいいですよ ね、はい、なんかこの後ろ姿、このぽっこりってなんか雑用係です。なんですか、私こんな感じしますか。あ、お腹か。お腹かもね。私がこう座るとこんな感じですよね。そうです。なんかいつもねこんな感じですよね。そう、クマさん、はい、クマさんって言われてますか。立つとね、足を伸ばすとこうなります。ちょっと座ることもできます。はい、バンザーイできます。はい、はい、歩くこともできます。はい、グリッコグリッコはい、そんな感じです。はい、はい、それを今回は5つ、はい、はい、ご用意させていただきました。はい、好きなね、お好きな柄のものをお選びください。はい、はい、それからですね、こちらはバックマンですね。フィンランドのバックマンのトレイ、これちょうどいいんですよ ね。ちょうどね、これからお休みになるのにちょっと、うん、そう、こうカップとおつまみとか、まあ、おやつを運んで自分のね足元っていうか、うん、置いてね、ゆっくりテレビ映画鑑賞。だから私のテレビセットですね、これにおつまみとか、うん、そういうのグラス、はい、で、でもテレビで映画座を来ましたいいですね、使い勝手いいんですよ ね、 いいですね。ちょうどいいですね。はい、こちら入ってまいりました。はい、で、あとこちらは、アラビアなんですね。木なんですけどね、はい、裏にねアラビアって書いてます。あの以前ね、あのカッティングボードが入荷して、うんうん、初めてご紹介させていただいて、今回2回目なんですけど、ただこういう風なこうちょっと長細い、うん、ロングですね、ロングのは初めてで、うん、これが時期ね、クリスマスパーティーとかちょっと人が集まる時にもちろん小皿を並べたりとか、あとはチーズとかね、そう、そういうクラッカーとかを
こう、そうそうそう、乗せてテーブルの上に置いてね、うん、そういうのにもいいかなと思います。ちょっとこの辺にね、こういい感じで傷が入ってますから、おそらくこうカッターで切ったのかな、はい、みたいな、はい、でちょっと使い古した感じのそのまた経年感もね結構いいですよ、はい、新品にはないね、はい、またこういうの好きな方もいらっしゃるかなと思います、はい、そしてマリメッコからはメラニン樹脂の、ザックシリーズのね、はい、ボール、大きいのと小さいの、これもちょっとね、おつまみ入れたり、いいですね、いいですね、まあ、飾っといてもね、インテリアになりますからね、はい、とこれをね、ちょうどこういいですね、入れていいですね、はい、そしてこちらはコースター6枚セットですね、はい、ここか、なんかトランプみたいですね、トランプみたいですね、いいですね、やっぱりウニコといえば赤ですからね、はい、赤のコースター6枚セットでございます。これも人気ですよね、人気ですね、インテリアになりますかね、はい、うん、でこちらはアラビアのウサギのモチーフでね、はい、大人気のヘリアのマグカップでございます、入ってきました、はい、なかなかね、フィンランドでもね、もう手に入らないんです、そうなんです、でそれ高騰してるんですよね、なかなかね入らなくて、やっとね入ってまいりました、あのクリスマスプレゼントにもね、うん、あのトマトショップはちょっとラッピングはしていないんですけども、うん、でもここにキャンディーとか入れて ね、 いいですね、ちょっとこうラッピングして差し上げても喜ばれるかなと思います、うん、そうですね、はい、あとこちらそこにワインボトルが、はい、やっと出てきました、多分まあワインボトル入れるバッグですね、ウニッコ、はい、こんな感じかな、これからの本当パーティーシーズンに、うん、パッて行きたよみたいなね、あのこれごとこうちょっと高級なワインでも入れて、うん、ここにワインに赤いリボンかなんかつけてこれごとプレゼントしてあげてもいいですね、喜ばれますし、うん、はい、なんかあそこの店長はお酒持ってどこ行くんだろうっていうのがバレないでいいですね、うん、中にあの巾着がなってるんで、巾着してるんで、はい、こう口が閉まるようになってるんですね、はい、ちょうどいい長さですね、で、あとね、あの最近男性なんかでもこう人気なんですけど、チョークバッグって言ってね、はい、あのボルダリングするときにこう腰につけておく、はい、チョークバッグをこうなんですけど、それのちょっと長いバージョンでね、バッグとしてもね、はい、なんか僕はいいかなと思って、お財布と携帯電話入れてね、うん、ドライブの時なんかで巾着ありますから、こうなんかこう縛りになってますし ね、 ね、はい、いいですよ、おすすめです、はいはい、じゃあいっぱいやりましょうか違います、はい、それで、最後缶ですね、はい、マリメッコのみ、ヴィンテージですね、お紅茶の葉っぱとか入れとくのにいいです ね、 いいですね、今私は缶の中にマリメッコの缶の中にハーブティー、いいですね、茶葉を入れてます、うん、いいですよ、こうねちょっとキッチンに置いとくのにも、うん、かわいいです、はい、インテリアになりますかね、そうなんです、 こ、 れ、ね、でこちらは別々の販売なんですが、多分コピアで使ってたのかなみたいな、はい、クリスマスカラーですよね、そうですね、マリメッコの感じですね、このぐらいのこう深さもちょうど使い勝手がいいですね、いいですよね、こういう感じですね、はい、キャンディー入れてね、キャンディーです、味がちょっと違う、うん、僕チョコレートかな、私カリン糖かな、カリン糖品がいいですね、品がいいでしょ、はい、でこちらはイッタラなんですね、初めてですね、イッタラのヴィンテージ缶は、うんうん、はい、2008年のですね、ペンギン、かわいい、うん、これも使い勝手いいぞ、クッキー、あ、いいですね、これはクリスマス、ステラおばさんのクッキー、あれかわいい缶付き、あ、そっか、そっかそっか、これからね、うん、クリスマスのジンジャークとか、そうですね、うん、いいですよね、うん、北欧ではこう必ずと言っていいほどクリスマス前にクッキー焼きますから、そうですね、はい、以上でしょうかね、はい、以上になりますね、はい、なんかちょっと楽しみですね、うん、
少ないんですけどね、いろいろとね、はい、ワクワク感あるものをご用意させていただきました。はい、はい、気に入っていただけるとね、うん、嬉しいんですけど。嬉しいですね。はい、それではじゃあこの後は、はい、マリメッコとホコールのをお届けいたします。はい、引き続きよろしくお願いいたします。はい。